先日、ゆきぽよさんの知人男性がゆきぽよさんの自宅で倒れているところを発見され、検査で男性はインを使っていたことが判明、後に逮捕されていたことが週刊誌によって報じられました。知人男性は泡を吹いて倒れていて、帰宅したゆきぽよさんが発見し病院に搬送されました。その後、ゆきぽよさんも尿検査や家宅捜査を受け、結果は陰性。ゆきぽよさん本人の使用ではなかったものの、この騒動をめぐってテレビ局には予想以上のクレームが入っているんだそうです。ゆきぽよさんはなぜ交際していない男性とこのようなことになってしまったのでしょうか。今回はゆきぽよさんの騒動と知人男性の経歴について詳しくご紹介します。芸能界への影響。ゆきぽよさんは父親が日本人、母親はフィリピン人とスペイン人というハーフで、高校1年生の時にギャルモデルとしてデビュー。その後、恋愛リアリティ番組バチェラーにも出演し、最近はタレントとしても活躍していました。モデル業も好調だったのですが、グラビアの評判もいいようで、ゆきぽよさんが雑誌に出るだけでよく雑誌が売れることから、いろんな雑誌から引っ張りだこの売れっ子でした。この報道を受けて、所属事務所は謝罪コメントを発表。テレビ等に出演させていただいた際の軽はずみな言動により、多くの方々を不快にさせてしまったことを深く反省しております。ゆきぽよさん自身もサンデージャポンという番組で、生出演ではなく、VTR という形で出演し、涙ながらに謝罪をしていました。ファンの方とか、お仕事を一緒にさせてもらっている人たちに対して、完全に信頼をなくしてしまった。もうあいつは終わったなとか、そういう風に思われてしまっても仕方ないと思っています。でもやっぱり大好きな仕事だから、もう一回みんなの信用を取り戻せるように頑張りたいです。ゆきぽよさんが出演されている収録済みのバラエティ番組などはそのまま放送される予定ですが、現段階で視聴者から予想以上にクレームが来ているため、スポンサーとの関係上、今後はどうなるかわからない状態のようです。また、企画されていたグラビアもいくつか白紙になり、別のタレントを使うなど、制作側も対応に追われています。今回、一番問題になっているのが、その知人男性が限りなく黒の人間で、反社の人間だったことです。次は、知人男性について見ていきたいと思います。知人男性について。知人男性は、ゆきぽよさんより4歳年上で、地元横浜の先輩を通じて知り合い、自由にゆきぽよさんの家に出入りするような関係だったそうです。この男性は、今回の薬使用もそうですが、逮捕前にも一度振り込め詐欺グループの指示役として逮捕されており、元暴力団ということも言われています。ゆきぽよさんは男性について、交際はしていない、一方的に好意を持たれていて、付きまとわれていた。親しい先輩の紹介だったから、強く断れなかった。もう LINE からヤンキーの連絡先は全て消しますと、そこまで親しくない関係という感じで話していましたが、外出中に自由に家を出入りできるということは合鍵を持っているということになり、いきなり女友達の家に上がり込んで薬をやるなんて考えにくい、相当慣れていないとできないことなのではと余計に波紋を呼んでいます。そしてその波紋はゆきぽよさんの過去の発言にまで及びました。ゆきぽよさんは過去に番組でも、やんちゃな悪い男性を好きになるということを告白しており、5人付き合ったうちの4人が犯罪者になってしまったと面白おかしく話す場面もありました。以前交際していた彼が詐欺罪で逮捕された時も、デートが面会になっていたエピソードも語っていました。こういったエピソードはいろんな番組に出るたびにゆきぽよさんが語られていて、もはや鉄板トークだったのですが、今回の件で封印せざるを得なくなりました。今の時代、芸能人はイメージを大事にしないと生き残れません。渡部さんの不倫騒動やチュートリアルの徳井さんの脱税問題など、一般人であれば謝罪して適切な処置をすればどうにかなることでも、まだ2人とも芸能界に復帰できていません。バックにはスポンサーがいるので、日頃からイメージを大切にしないと生き残れないのがよくわかります。ゆきぽよさんもそういったエピソードも含めて、一種のやんちゃな感じが受けていた部分もあるかと思います。今後、持ち味が半減してしまうことを考えると、少し複雑なようにも思います。泡を吹くという状況。
今回の報道で逮捕された知人男性は泡を吹いて自宅で倒れていたとありました。ちなみに印を使って泡を吹くというのはどういう状態になるのか皆さんはお分かりでしょうか。泡を吹くというのは口が小刻みに痙攣していることになります。痙攣は過剰摂取の副作用の一つなので、男性は今回初めてというよりももう中毒のような状態だったことがわかります。副作用には他にも判断力の低下、幻覚、幻聴、瞳孔が開く、異常なまでの体温上昇などがあります。インは強い覚醒作用があり多幸感をもたらすと言われています。しかしあくまで有害な刺激物という扱いなので、血圧を一気に上げ最悪心臓発作や脳卒中などになる可能性もあります。早く効果を実感できますが、持続時間は短く、中毒になると15分ごとに使用しないと気が済まなくなり、どんどん間隔が短くなっていきます。また長期間にわたる使用で鼻を分けている壁がただれてなくなるという危険性もあり、日本だと普通に捕まります。下着のパクリ疑惑。今回ゆきぽよさんが騒動になってから、また別件でゆきぽよさんがプロデュースした下着の一部が他のメーカーのものと酷似していると盗作疑惑が上がっています。問題となっているのはノアリスバイリューというショップで、ゆきぽよさんがイメージモデルを務め、部屋着や水着なども手掛ける通販サイトです。サイト上ではゆきぽよさんと何度も打ち合わせを重ねて作ったということになっています。パクリ疑惑に対してショップは意図的なものではないと否定。そもそも今回のプロデュース商品はゆきぽよさんと打ち合わせをして、ショップ側が中国の生産工場にそのイメージを伝え、サンプルをいくつかもらってその中から商品化したという流れで、生産工場はこのショップ以外にもたくさんの企業との取引をしているため、提示してきたサンプルに以前別のメーカーで生産したことのあるサンプル品が混じってしまった可能性や、他にもたくさんの企業とやり取りする中で誤って同じものを生産し他の企業にも販売してしまった可能性があると説明しています。現段階では調査中のため下着の販売は全て停止していますが、問題がなかった場合は販売を再開するとしています。ゆきぽよさんがプロデュースする下着は1点1000から5000円ほどと、デザインが酷似しているサイトのものよりもかなり割高になっています。パクリ疑惑といえば、先日ローランドさん、ガクトさん、モン・リョウさんら3名がコラボでプロデュースした G&R というブランドの商品が海外ブランドや中国の通販サイトの服のデザインを丸パクリしていたと話題になりました。謝罪会見では G&R のデザインはデイジー社という会社に任せていて、今回のパクリはあくまでデイジー社のデザイナーによるもので、僕たちは把握していなかったと説明していました。デザインの最終チェックも一応していましたが、軽くしかしていなかったためデザインが酷似してしまったようです。視聴者からは、名前だけ貸して値段も4倍近く釣り上げ、自分たちがプロデュースしましたと偉そうに言うのは違うんじゃないか、成功したら自分たちの手柄、失敗したら全部デザイナーの責任など批判の声が集中しました。ゆきぽよさんのものは意図的ではなかったにしろ、中国の生産工場に丸投げ状態ではこういうことは何回も起きてしまうでしょう。海外の生産工場を使うのであれば、責任者にサンプルに間違いがないか細かく確認しながら作るなどしていかないと、適当な仕事で納品されてしまう可能性もあります。皆さんはどんな感想を持たれたでしょうか。ゆきぽよさんも24歳と若いので、騒動に負けず頑張っていただきたいです。